いけるんじゃない？オーケー、クリスティング。こんにちは、ドラゴンアロンの部室、ヒラスイマックスへようこそ。ということで、本日もバンティーラッシュやっていくんですけども、突然ですが皆さん、2023年5月21日日曜日、アニメワンピースご覧になりましたでしょうか？いやー、あのね、この内容としては、まあ、暗雲を犯したゾロですね。覇王色をまとわせる、一握りの強者となったゾロと、ルナリア族としてのね、キング、改め、アルベル、姿のマスクを表したね、アルベルの最終決戦ということで、もう私、原作をね、ジャンプ定期購読して、原作、毎週、最終話ね、読んでいるんですけども、もう一年ちょっと前かな、もうその時のね、キング対アルベル、読んだ時から、私がね、ゾロ大好きだっていうのもあるんですけども、これはマジで神作画にしてほしいと。もう炎を犯した覇王色使ってるゾロの時点でめちゃめちゃテンション上がってんのに、もうアルベルがかっこよすぎて、もうこっからの戦いマジで神作画でやってくれというふうに思ってたんですけども、期待通り、いやもう期待を上回る120点の点数をつけたいくらいの神作画を制作陣の方々がやってきて放送してくれましたということで、いや本当にね、素晴らしかった。もうこのね、あの、ウルガシアも一輪になってしまうんですけども、この超別ゾロのサントリュー煉獄おにぎり、もうこのね、炎を犯した煉獄おにぎりから、私はもうね、本当に涙が冗談抜きで出ておりました。ということで、もう本当にね、神作画でした。もうね、キングのね、お前は生物として俺には勝てねえつって飛んだ時からもう、あそこやばすぎでしょ。もう本当にやばかったと思う。まあこんな感じで、まあ一応ね、キングの回もやろうと思うんで、今回はね、ゾロの話、まあゾロの話もやっていくうちにやりましょう。プレイ中にしますということで、今回もやっていくんですけども、ゾロリーグ戦で使っていきますということで、メダルはこちら。レッドホークメダル、麦わらの攻撃力18、18、一つ手抜きと、あともう一つはルーシーの攻撃防御力14、18、16となっております。ということでね、まあ無課金というのもあって、一応まあ80並べなんですけども、普段からねすごい強いので、属性変化させてうまくね使っていきたいと思います。ということでね、炎を犯したゾロ、あれのかっこよさに負けないぐらい素晴らしい戦いできたらいいなと思います。ということで、早速1試合目にレッツゴー。はい、ということでね、第1試合目やっていきたいと思います。いやもう本当にね、昨日の神作が過ぎましたね、マジで。なんというか、もう今までで一番って言ったのは、あの3時、前回も3時あのやってたんですけども、3時でクイーン戦、もうそれももちろんね神作がだったんですけども、 なんというかね、あの終始もうずーっと神作画だったんですよね。本当にゾロ対キングはもう最初のあの、まあ、炎を犯した後のゾロの戦いから、これゲームじゃないか、一発キング、原作通りやっていけるかどうかなんですけども、一回回避使ったら、はい、キル1キル目していくということで、もう一発目これシャンキーできるんじゃないかな、このまま自分で、はい、OK、よろしくということで、ありがとうございます、任せていただきますということで、一回キル持っていっちゃおうかな、 OK ということで2キル目、はい、ゾロやっぱ強い、炎を犯している、常に炎を犯というかね、あの一つ言いたいんですけども、あの鬼ヶ島打ち入りゾロって、私ゾロめっちゃ好きだからいいんですけど、あのキングがフェスゲンだったじゃないですか。だから自分、あの鬼ヶ島打ち入りゾロ出さないで、その溜めて溜めて炎を犯したゾロを超フェスで出すと思ったんですよ。で当たんないんかい、当たんないんかい、ということで、あの超フェスになってゾロ一発キングできない、属性勝ってんだけどな、硬いなこの歌ということで、いや超フェスで出せれば、うわやばいやばい、やめてやめて、危ない、一発いけるんじゃない、 OK、 キルしていくということで、属性変化しなくてもやっぱ電話が死んだらいけるということで、まあ、マジな話、炎王ゾロ、炎王ゾロ多分挑戦出てると思うんですけど、いつ出すかですよマジで。あの3時が多分 4.5 で出せるんですよ、神獣ヤマトは。もちろん前回なんか、前回のあの神獣ヤマト出たじゃないですか、そこでなんであの3時って声が出たのかよく分かんない。オッケー、キルしていく、結構キルしてんじゃないか、え、ね、ちょ、もういい話で、もう話全然できてないんだから、もう。はい、ということで、あのまあ神獣ヤマトの時にサンジが放送したばっかだったじゃないですか。え、でなんか YouTuber さんも、他の結構実況者さんたちもなんかサンジ可能性あるみたいなこと言ってたけど、100ありえなくないですか。え、だってアニメで放送したばっかっすよ、ネタバレ防止のためにダメじゃないですか、普通に。ありえないですよね。100% ヤマトじゃないですか、あの時期。それがまあ、なんか、まあ、ヤマトじゃなくて、なんか急に黒ひげとか、そういう感じで出すのかなとは思いましたけど、待て、やばい。なんかやばくないか、これ。え、待って、これはとりあえずオリンで、オリンやって、オリンとかしといて、あぶら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 、
おりん、オッケー。あ、いけるんじゃないこれ。このままキル持って。一回引いて、腕でいけ。オッケー、キルしていく。ということで。え、5キルしたか、今。うわ、歌だ、またやだ、もう歌やなんだよ、もう歌。オッケー、ふい、ふい。通常3発目でやっていって。はい、ということで、まあ、超越ね、多分ね、いつ出せるか。オッケー、いったの。適当に打っといたのに、今。はい、ということで、6キルして、え、ちょっと待って、え、6キルで負けた。負けるかいということで、1試合目負けてしまったんですが、まあ、円を化して、まあ、6キロは一応できましたということで、じゃあね、もう早速第2試合目いっちゃいましょう。はい、ということで第2試合目なんですけども、先ほどねちょっと話せなかったんですけど、そのサンジって結局アニメ先々週やったばっかなんで、アニメ毎週追い切れてない人とかいるじゃないですか。そしてその人たちを取り残すことになっちゃうんですよね。だから絶対にありえなかったんですよ、超絶で。だからサンジ、ゾロも出せるとしたら 4.5 だと思うんですけど、4で出たんですよ、サンジ。あ、サンジじゃない、ゾロ。鬼ヶ島のうちにゾロで一発出ちゃったから、そんなすぐに半年で出せないと思うんですよね。だから出しどころがむずいと思うんですよね。まあ正直この後ローとヒットが出るじゃないですか、実際。4.5 じゃなくて5かな、多分。自分の予想は、本当だったら、ちょっと待って、危ねえ。で、本当だったら、そもそも、ゾロがフェス限で来て、その 4.5 でゾロも、ゾロかサンジとかと一緒に来ると思ってたんですよ、超越でね。で、アルベルも来ると思うんですよ、キングのルナリア状態。多分ディフェンダーとかで来るんじゃないかな。防御力がルナリア硬いんでね。大きくキルしていく。通常でやっていって、まあ旗取るけど、ちょっと任せようか。任せちゃおうかな。オッケー、任せまーす。ということで、やっていくんだけど、だから結局、アルベル、もうルナリア族ってすんごい、やっぱ重要なキャラなんですよね、作中において。なので、結局、超越で出せると思うんですよ。だけど、多分、鬼足のうちにゾロを出せた理由としては、やっぱアシュラの影響だと思うんですよ。アシュラがすごい人気だからっていうのと、一発いっといて、吹っ飛ばしておいて、通常でいけるか。何かもしれないの、こいつ。OK、キルしていく。ということで、2キルしたかな。はい、2キルしていって、だから結局、ゾロとサンジを格差をつけるために出したのかなっていうのもあると思うんですよ。なんていうか、ゾロとサンジって、女性して、ゾロとサンジって、一応、両翼なんですけど、やっぱ、覇王色を、ゾロしかもまとえるんですよね。オッケー、3キル目、無敵でやっていって、旗取っちゃって、結局、無敵、無敵じゃない。結局、覇王色をまとえるのってすんごい少ないんですよ。覇王色を使える人はいるけど、覇王色をまとえるのはカイドウも言ってたように、一握りの強者だけなんですよね、マジで。なので、一握りの強者なんですよ、ゾロは。でも、覇王色を持ってないし、サンジは外骨格を失明させたんですよ。痛い。やばい、取られちゃう。ごめんなさい、もう一回やった。だから、結局、覇王色をまとわせられるのは、一握りの強者あって、ゾロは一握りの強者だと。でも、それに対して、両翼の片方の、今、キルしたか。で、サンジは、覇王色も使えなくて、外骨格も持っていて、イフリートジャンブル強いんだけど、そこまで、ゾロとサンジだとやっぱちょっと1枚ね、差があるというか、それで超別ゾロは2体いるんじゃないかな、いさせたんじゃないかなとも思いますね。ありがとうございます。ということで、ゴドリで勝ちました。ということで、2試合目はいい感じじゃないかな。ということで、ではね、最後3試合目いきましょう。はい、ということでね、3試合目やっていきたいと思います。なので、さっきの話の続きになるんですけど、炎王ゾロをいつ出すかなんですよね。サンジは出せると思うんですよ。なんでかって言ったら、超別が出てないから。ただ、炎王ゾロいつ出すかなと思うんですよね。半年でさすがに出せないでしょ。まあ、でも出るとは思うんですけど、いつか。出せた時には絶対に緑アタッカーでいてほしいんですよね、自分。緑アタッカーで。あ、待って、撃っちゃった。ごめん。キルバックしちゃった。ごめんね。マジで本当にやるがしちゃった。間違えちゃったんだよ。本当に。嘘だよ。ごめん。本当に。あ、やっちゃった。あ、申し訳ない。ちょっと制裁食らったわ。はい、ということで、やっていくけども、だから結局、そんな半年で新しい形態出せないから、まあ、でも出るとしたら緑アタッカーで出てほしいんだよね、絶対。なんでかっていうと、覇王色まとった時って、ゾロの覇気が緑色なんだよね。だから絶対覇王色の色と一緒にさせてほしい。しかも緑アタッカーであってほしい。ゾロにはディフェンダーとか、ゲッターじゃなくてアタッカーでいてほしい、やっぱり。やっぱりこの思いは強いかな。だってロジャーがゲッターも嫌じゃん。だってルフィのゲッターも嫌じゃん。ゾロとルフィはアタッカーでいてほしいんだよね、やっぱり。ゲーム上強くいるんだったらさ、やっぱ攻撃力がある、さ、火力がある、ちょっと怖いな、
キル打ってきそうだけど打ってこなかった。だから結局あの火力がある超過テストを返してくれ、やめて、うわ痛いわ、もう回避できなかった、もうやだ、もうだから結局そのゾロとルフィってさ、やっぱ火力あるその主人公、なんかもう右腕と主人公じゃん、主人公の右腕と。だからレイリー、まあレイリーはまあゲッター、まあレイリーはちょっとあれだけど、まあでもレイリーもアタッカーであってほしいってもちょっとあるんだよね。やっぱりなんかそのザ・武闘派っていうキャラはさ、アタッカーでいてほしいよね。まあキャラ的には一応ゲッターの方が強いけどさ、ゲーム上。でもやっぱりそれでも無敵終わり、あぶねえ、ちょっとなんか怖いな、痛い。ちょっとなんかカウンターとは、これさっきからさ、うわ、うまい、戦闘まで、この人うまいぞマジで。だから結局ごどりしていくということで、守りたい、ここは守る、絶対オッケー、吹っ飛ばしといて、これまたゴレリが、あーレイリーが取っていく。だからその結局ね、緑でねアタッカーできてほしいよね。ちょ、アラベルも絶対来るよねマジで、いた、ちょ、好きな球に入らないこいつマジで。あー、ちょ、これカウンター終わり際に無敵で、いや終わってなかったの、カウンター長っ、飛ばしておかないと。うわ、回避した、オッケー、よし、なんかちょっと微妙になってる、なんかグダってる。まあいいんだけど、まあしょうがない、もうそっちのように話した方が大事から。だから結局そのアルベルがね、作中ですごい大事なんだよね、ルナーリア族っていうのが。だから挑戦出しても全然おかしくないと思う。いや、いられないか、ちょ、無敵どこに打ってんねん、無敵どこ打ってんねん。もうまた、ね、原作再現してしまいました、道方向、道音痴、めちゃめちゃ音痴、あ、届くな、方向音痴のゾロやっちゃったよマジで、やらかして原作再現していくということで。じゃあね、もう一人のタッグ相手だったキングやっていきましょうということで、次回はねキングでやっていきたいと思うんでね、もしねよかったら視聴してください。キングあんまり今回語ってないのは、ね、キングの回をやろうと思ってるからなんで、もしかしたらね、もしよかったらキングを見てください。ちょっと離れたところ爆発してキルしていく、いけ、取れるか、取れなかったけど、まあ一応6872スコア、一応 MVP なかな、これどうかな、わかんないけど、はい、ということで MVP ありがとうございます。4取りで一応勝利ということで、今回3連勝できてないね、最初ね7-6、6-7-9したけど覚えてないけど結局負けてしまったね。はい、ということで、まあ一応早口になってるんだけど興奮しちゃってね。まあ結局サンジとゾロの少しの差別化を図るために、まあ一応ゾロを多分一応ね屋上で戦ってたっていうのもあって超別で出したと思うから、 4.5 で一緒に出せるかもしれないんだけど、さすがに半年だとね早すぎるかなっていうのはあるよね。まあでもそれでもね、炎をゾロ早くね出てくれるの楽しみにしてますということで、今回の動画は以上になります。もしよかったらね、これからもバンティの動画投稿頑張っていくので、ご視聴よろしくお願いしますということで、また次回の動画でお会いしましょう。あざした。